はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠9やっていきましょう。今回は夏の党大会じゃなかったね、夏の甲子園の2回戦ですね、やっていきましょう。桜井東戦ですね。はい、いや昨日さ、時間予約をするの忘れてて、動画のアップの20分ぐらいちょっと遅れちゃったんだよね。申し訳ないです。いやそれがね、もう本当自分の中ですごいショックでさ、時間だけはきちっと守りたい人間だからやってしまったなとやってしまったなとね、思ってるわけです。ディディで、今回ディディ3番にするから、ボーダー、よし、これでいきます。ピッチャーは上城で、おコナン君3番ありかな。いや俺がディディ動かして山田太郎とコナンに回すって感じにしようか。それでいこうか。それでいこう。頑張りましょう。負けたら最終回勝ちます。ここで負けるのはね、本当にダメ。あまりにも中途半端すぎるから。もう優勝しか残されてないからね、最終回の形としては。甲子園大会第2回戦の模様をお届けいたします。奈良県か。奈良代表強豪桜井、三塁側南北海道代表東の横綱、お願いします。万来の拍手に送られて守りに散っていきました。さあ注目の2回戦プレイボールです。強そうだな。うわーすごいな。あ、この子は大丈夫だね。あ、攻撃力があるのか。小松原。まあ野手能力抜きにすれば本当諸星君さえって感じだね。どうにかしちゃえばね。左投手苦手か。攻撃力、まあ、パワーがあるって感じだね。高城さん、ちょっと分かんないな。控えはそうでもないかな。よし頑張ろう。いっぱい点取りましょう。第9投げました。第2球投げました。頑張れ頑張れ。肩越しにランナー見た。第3球を投げました。1球外してボール。カウント1ボール2ストライク。次は4球目。よし、インコース引っ張った。レフトへの当たり。レフト長っち。レフト後方ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。ほら山田太郎チャンスだぞ。ツーベースヒットを放ちました。さあチャンスを。3点取られたぜ。第9投げました。内角外れてもすごいカーブだね。第2球投げました。空振り。投げた。打ちました。レフト落下点。レフト掴みました。これで2アウト。ランナー点取れないな。ここはものにしたいね。使おう。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。ものにしたい。投げた。初球決まった。ものにしなきゃダメな場面。第2球投げた。ボール。カウント1ボール1ストライク。
第3球を投げた。よし、シュートはボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第4球を投げた、低めストライク。追い込んでから投げました、打ちました。よし、三遊間の打球破った。久保ヒットを放ちました、初安打。揺さぶる使うぞ。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。第9球外れた、ボール。なんとかヒット、ゲッツーだけはダメ。第2球投げました、変化球ストライク、インハイへ。第3球を投げました、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球はよし、打った、強い当たり、入れば同点だ。打球は惜しいな、ボールの中継。さあ山田太郎さん、返しました、 D タイムリーツーベース。どうにかしましょうよ。さあこの打席で急成長できるか。俺ね、引っ張りだと思うんだよな。第9球投げました山田太郎さん、第2球投げました、空振り。ここで活躍してこそうでしょう。第3球を投げた、見送ってボール。いけ、カウントは2ボール1ストライク。いけ、第4球を投げた、打った、さあ犠牲フライになるか、抑えた、三塁ランナーがタッチアップ。くそ、まあいいけど、よかねえ、よかないよ、よくない、そんなんじゃ満足しない俺。天才がさらなる成長を遂げることができるか。コナンさん頑張って、投げた、打ちました、三塁線切れてファー、せめて同点。初球ファールから第2球ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、カーブはボール、せめて同点。2ボールワンストライク。第4球を投げた、よし山田太郎これだよ山田太郎これだよ、俺が見たかったのは。ナイスホームラン。ツーアウト二塁、できれば伝令使わずに乗り切りたい。お、魔物だな、上白持ってんの。4番か、いやー内角は怖いな、ちょっと待ってよ。第9球投げました、第2球投げました、よし、見送ってストライク。内角一辺と危ねえかな、危ないかな。球を投げました、決まった、ストライク。あと変化球で、次は4球目投げました、ナイスボール。肩越しにランナー見た、第5球投げました、絶対痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、ライトバックホーム、渡部ヒットを放ちました。ゴー、スゴー、白尾。第9投げた、ストライク。まず頑張れよ、頑張れよ上白。さあ次の投球、膝元、直球は外れてボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、打った、一二塁間へ、抜けた、ボールは中継、白尾追いつかれました、4対4。キャッチャーここはマウンドへ、ここで流れを変えていきたい。こいつ危ねえな危ねえなこいつ。いやダメだ、逃げ場がない。第2球
上げた、初球見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、左中間へ上がった、センター後方、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、よし1点ですね、危ない、奪われました、ゴロ押し、どうする、どうする、白尾、なおもピンチが続きます。第1球投げました、これ以上打たれるようだったら変える。さあ次の投球、ストレートはボール外角高め、カウントワンボールワンストライク、投げました、アウトローを見送ってストライク、できれば変えたくない、追い込んでいます。次は4球目、投げました、振ってくれよ、ボール、カウントはツーボールツーストライク、さあ5球は5球目、打ちました、三遊間大丈夫、一塁へ送る、よし、スリーアウトチェンジ、前半が終わりまして5対4、ツーアウト二塁、もしかしたら亀代変わっちゃってるかもしれないね、分からんけど、まずは見送りました、どうせなら魔物使ってるから変えたかったな。第2球、これは見送ってボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール、次が4球目、投げた、打ちました、うわくそ、ボールを取った、ここは守備に阻まれました、いい勝負ですな、ワンアウト二塁、変わってんね、黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります、ハイボールヒッターはいたけどローボールヒッターいないよね、よし乗り切るぞ、守備位置お任せ、第9投げたストライク、頑張れ会長、肩越しにランナー見た、第2球、これはボール、カウントワンボールワンストライク、第3球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ、一塁送球、ナイスコナー、軽快にさばいてツーアウト、第9ストレートはボール、会長頑張って、第2球シュートはボール、カウンター、いい勝負してんなおい、第3球を投げた、ナイスボール、ストレート見送ってストライク、第4球を投げた、打った、一塁線、ボールが転がっている、ナイス会長、一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、回ツー、試合は終了、諸星くん106かな、第9投げました、低め決まってストライク、微妙だな、下げれそうっちゃ下げれそうなんだけど、投げました、インコース引っ張った、諸星くんさえ下げちゃえばね、やい巨人、投球はこれから3球目、よし痛烈、惜しいな、伸びていった、ボールは中継、山田太郎、ランナー2塁です、頑張れよ、動かせるかな、いいバッティングを見せました、よし、ホームランが全てじゃないぞこの場面は、第9投げました、ヒットでいい、投げました、外角高め、ボール、カウントはツーボールノーストライク、頑張れ、第3球を投げました、打ったり当たり、よし、受けた、二塁ランナーそのままホームへ向かった、さすがよくやった、白尾、ここで勝ち越しました、6対5、クイック C の肩 B 送球 D、危ないな、やめとこう、走るのやめとこう、
げた、初球外れても、ここは江戸川さんが何とかしてくれると思う。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、もうしカウントは2ボール1ストライク。次が4球目、よっしゃ、絶対鋭い当たり、うわ、ゴールまで飛んでいきました、惜しい、ました。これでワンアウト、ランナーは1塁。第9投げた、外れた、ボール。ジャイコー頑張ってくれ、打ってくれ。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、打ってくれ、バッター追い込まれました。投球これから4球目、よっしゃ、いった、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、いや、すげえすげえ高く上がった、綺麗だわ、長っち。ランナー誰だ、久保くん、あれダイソーいない、どっかで使ったんだな、俺に黙って勝手に。ピッチャーも花澤さんになってるしな。第9投げました、カットボールはボール。第2球投げました、よし、ボール、カウンター2ボール。第3球インコース引っ張った、打球まで惜しい、左へファルボール投げました、見送ってストライク。さあ5球目打った、よし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 、ボールは中継、 D ヒットを放ちました。第9投げました、頑張れ。第2球投げた、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。第3球うまい、足打ち、レフトへ行った、ヒットになります。いやー、山田太郎巧みだね、白い1点入りました、山田タイムリーツーベース。内野手は前の方に守備位置を取りました。コナン君は結局あのホームラン1本だけか。まずは高め、第2球投げた、低めストライク。なんとかなんとかなんねえかな。球を投げた、うまい、いや、いいタッチアップ、タッチアップ、タッチアップ、よし、ホームイン、コナン、レフトへの犠牲フライ、白。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。一本ここで第9投げた、ストレートはボール。投げた、見送ってボール、カウントは2ボールノンストライクです。第3球を投げました、あー切れるやつだ、どうだ、入るか、スタンドに入りました、ファール、投げました、直球見送って、頑張れ、ここで取れればとどめだ。追い込んで投げました、インコース、よし、大丈夫、戻ってくれ、戻ってくれ、一気にホームへ、ナバッチ、さらに1点追加、12対5、バッター、さあ水野頑張ろう。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。第9投げました、もう一発見たいよ。さあ次の投球、2球目ストライク、おそらくこの裏ぐらいから町田君に変える予定だから。第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました、最後にぶちかまして、次が4球目、投げた、外れた、ボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ5球目、レフト線ぐーっと打球上がってきますが、取ってこれで3アウトチェンジ。8回の表側は、お、なんかいきなり守備まで飛ばされちゃったな。桜井、タイム、守備交代、町田くん、マノッチくん、さあここは守備を変えてくるようです。
よし、伝令。あと何回？2回。まず盛り上げる。で花澤さんに乗り切ってもらうから、スタミナ上げましょう。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。152キロ。第9球見送ってストライク。キレのある変化球。頑張れ。第2球投げた。落ちるボールは空振り。なんかあれだね、修羅追いらしい投手系統にはなったね。3人でやりくりするっていう感じは。カウント1ボール2ストライク。次が4球目。投げた。打った当たりだ。センターへのフライだ。よし、あと2つ。ワンアウト、ランナーはありません。緩急。第9投げた。見送ってストライク。まずは決めてきました。すいませんね、飲み物飲んでました。第2球投げました。シュートは空振り。これで追い込みました。ファイト。第3球を投げました。低め、外れてボール。カウント1ボール2ストライク。さあ4球目。シュートは惜しいね。カウント2ボール2ストライクです。次は5球目。素晴らしい。最後は147キロストレート。早いね、147だよ。第9投げました。シュートはストライク。第2球投げました。もうカウントは1ボール。いけるよ、大丈夫、いける。第3球はストライク。ナイスボール。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は磯野。いやー、磯野って面白すぎれば。ナイフチ、ナイフチ、やりました。三振になりました。白尾2回戦を見事突破しました。よし、甲子園大会2回戦を見事勝利しました。あざした。豊かな心を育てる聖地、愛と夢を未来で叶えてくれる。先立つ魔法の神あれば、行方を阻む困難に負けない力を与えてくれる。でもお金で買えないものって世の中結構あるのよね。ぶっちゃけちゃったけど、それが味噌。白老学院高校。やりました。実況担当は堂前秀夫で、甲子園球場からお伝えしました。よかった、どうなることかと思ったけど、やりました。光彦もホームラン打ったんだ。うん、山田太郎なんやかんや3打点だからね、整えてきたね。あ、山田太郎偉い1、何やったんだろうね、見たかったな。ふう、まあ良かったんじゃないですか。勝ったね。お、コナン君パワー A。いい感じだね、いい感じに伸びてってるね。小島代打丸。いや、出さない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 、何も期待でない。パワーがちょっとあるぐらいだからね。オッケーです。
春夏合わせて通算10勝です。あ、そうなんだ。おお。せーのドン。前評判 B、 前評判 B ばっかだな。多度津西、俺ここやったよ、やったやった。ここにあるかわからないけども、ほら、あ、俺甲子園で負けたとこだ、負けたとこだ甲子園で。だからかな、記憶にあったの。面白いね、面白いね、楽しみね、ちょっとね。2おう、よし、そんじゃ今回ここで終わりますか。次は負けたところか。7対8、惜しい感じで負けてんだね。頑張りましょう、勝ちましょう、3回戦。よし、終わりましょう、終わりましょう。はい、そんじゃ、今回ここで終わります。